おはようございます。今日からですね、滝沢家の冬休みを取っていきたいと思います。そうそう、長女さんお帰りなさいませ。はい、長女がですね、なんと20歳になります。おめでとうございます。20歳にはなってて、あ、なってる、20歳になってますというわけで、成人式の前撮りに行きたいと思います。なんせ留学中ですので、帰ってきてる時期が今だけなんで、今回この年末に撮っていきたいと思いますが、まあそんな感じで滝沢家の冬休み3日間ぐらいちょっと回していきたいと思います。完全ちょっともうプライベートのお話になるかと思いますが、はい、とりあえず今ヘアメイクと着付けに向かっております。後から家族が合流いたします。はい、というわけで行ってきます。いかがですか、20歳の気持ちは。20歳あっという間でね。どうですか。20歳大人になっちゃったな。わかる、ママになって20年、あなたも生まれて20年。さっきもね、近所のおばちゃまに言われましたよねあなたたちみんな大きくなったわねって、私もずっと見てるけどって言って、近所の人に見守られ、電話だね人生。本当、あちらの生活はいかがですか。とっても楽しいです。大変だけど、風邪 と食中毒にかかり、携帯と財布を捨てられ本当にわかる。もう最悪なこともあったけど楽しいですね。楽しいですね、やっぱり新しい場所は。まあ、あちらで自分で一人で生活しているわけですから、とても楽しいです。いい経験してますね。はい、はい、というわけで、そんな20歳の娘の、はい、成人式の前撮りを、はい、していきたいと思います。はい、着付けてもらって、着付けとセットの写真館で、はい、撮ってもらいました。かわいいね着物。はい、そんな感じで今からじゃあランチを食べに行ったり、うろうろ散歩してランチを食べに行きたいと思います。というわけで、ランチにやってまいりました。そうです、せーの、乾杯。一番重要人物、おめでとう。可愛い置物にしましたね。本当です。可愛い。成人式のさ、ママの写真見たことないって。ないない。で、顔まん丸で。なんかね、顔だけすごいパンパンしてた。そっからさ、しぼんでいっちゃう。子供を産んで、いつになったらあれかしらね。ママおばあちゃんになる日が近いのかな。やばくない？ママおばあちゃんになったらどうする？分かった。私さ、おばあちゃんになったら滝巻って呼ばせよく。孫に滝巻って呼ばせる。孫に滝巻って呼ばせる。おばあちゃんって呼ばれたくない。タキシン。でいいよ。これタキシン。家族写真撮りに、ゴリのとこに来ましたよ。やっほー、やっほー。あ、そうだね。うーちゃん、お餅、お餅、お餅とうーちゃん。あれだ。あれま。あれねー。大丈夫だ。大丈夫だ。もうちゃん大丈夫だ。シャンの可愛い顔かな。シャンシャン。笑ってる。あれ？あ、可愛い。可愛い。笑ってるね、笑ってるね。あー、かわいい、かわいい。見てこれ。どれ？うーしゃー、こっちだよ。うーしゃー、うーしゃー、うーしゃー。ほら、笑ってる、笑ってる。あら、もう天才だ、天才だ。あー、天才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 。あー、うーちゃん、天才。どこだ？あー、うーちゃん。パパも呼んで。せーの、うーちゃん。笑って笑って、うーちゃん笑って、お直し入ります、お直し入ります。笑顔で頑張ったんだって。うーん、
シャ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 違うじゃない。今日はですね、うちに今からお友達が来てホームパーティーをしたいと思います。私もね、何もしないで済むように今日はケータリング頼んでるんですけど、なんかね、ちょっとお餅つきをやってくれる友達がいて、機械でお餅ついてくれるらしいんですけど、子供とか喜びそうなんでお餅つきを、はい、していきたいと思います。で、まあまあ友達が来る時にまあやることって言ったらそんな大してないんですけど、まあ、私がいつもやることはまずグラスを洗っていく、はい、グラスを洗っていきます。うち、まあ、あんまりお酒をね、もともと飲まないのでそんなにグラスを使わないんですけど、まあ、グラスを多めに、家にあるものありったけグラスを洗ってきました。あとは何、子供用の紙コップとか、あとはこういうお餅とかケータリング用のお皿を、はい、買っていきます。それぐらいしかやることなくてという感じかな。あとね、ここね、ワイングラスが誰のか分かんなくなるんで、ワイングラスになんか名前を書くみたいな、そんなのがあってもいいかなと思って、はい。あとね、今からここに飲み物を冷やしたりして用意したいと思います。あ、じゃあその前にテーブルセッティングというかやりたいと思います。お餅、みんなに連絡して聞いたらきな粉とかお醤油とか普通のがいいっていうので、とりあえずきな粉の味付けしていきます。きな粉はいつもちょっとだけお塩入れると味が締まって美味しいので、次砂糖醤油にしようか。何個もやってるか、これもなんか、あ、でもこのまま、このまま入れても美味しそう。このまんま入れようか。あとネギ、こんな感じかな。よいしょ、こんぐらいで、あとはケータリングお願いするだけです。というわけで、もうちょっとしたら友達来るので、忘年会ホームパーティー始めたいと思います。イエーイ、パーティーパーティーパーティー。はい、アンタさん、ナベコさん、エルガスイエーイ。忘年会え、これなの。あ、すごい、すごい。これ何、一トンベゴ持ってきたやつ。え、めっちゃいい匂い。ただ米がもくもく動いてる。すごい、人知れず餅になろうとしてんだけど、これでいいの。なんかね、なんだろうね。お、いいね、おいしそう。え、ねえねえねえ、プルンプルン。あうわー、え、もう、あー、食べやすいように。これだから何人も一緒にやったらいいじゃん。これでいいんだよね。確かに。そうだから、あやになりない。あ、let's do it. ジャパニーズモッチ。 That's a big piece. ジャパニーズモッチ。 That's a big piece. That's a big piece. That's big, bro. Oh no.Oh no! Oh no! Bro! あや、美味しそうにやって。あや。あや、ちょっと美味しそうなとか。あ、いいね。そうだ。あや、胸食べて。No, no! Bro, that's massive! Oh no!今日はですね、夫の実家に帰ります。で、今来ました、団子坂サービスエリアに到着しました。ごま団子、これごま団子パン、ごま団子パン、わかんない、一番空いてるところで適当に買う派です。
綺麗な山々、ね、綺麗な山々、天気も良くなってきてない。一口食べる。あー、はい、美味しそう。こっちは何？釜揚げ。釜揚げ。俺手伝い来たんだけど、最高です。私は鍋焼きうどんを頼みました。わー、いいね。そんなわけでですね、滝沢家の冬休みを撮ってみました。はい、なんてことないお休みですいませんけども、はい、こんな感じで今年の冬休みでした。寒い。ありがとうございます。